株式会社村岡総本舗は、佐賀県小木市に本店がある洋館、和菓子の製造、販売業者である。創業は1899年で、江戸時代からの伝統製法の練り洋館である、小木洋館、特製切り洋館で知られている。1899年に、長崎の陣内宅一から、洋館製造の道具一式を買い受け、創業する。 おぎ洋館の名称は二代目社長であった村岡康吉が初めて使用したとされる。明治から大正にかけておぎの洋館は各地で知られるようになり他の地域の同業者が小さい城の洋館という意味でおぎ洋館の商標を取ろうとするほどであったが村岡を含むおぎの洋館業者3社から異議申し立てがあり却下された。現在は地元のおぎ洋館共同組合が 商標登録して組合加盟業者の間で使用されている。商品の特徴としては、霧洋館箱洋館などの江戸時代の練り洋館の製法を創業以来継続して作り続けているという点にある。江戸時代の江戸の菓子や船橋や折江の菓子話船橋の練り洋館の製法と同様であり、全国的にも珍しいとされている。 おぎ本店を中心に直営店は佐賀県に8店舗ある。1941年に佐藤像として建てられたものを1984年3月に改装し、村岡総本部洋館資料館として開館した。おぎ本店に隣接している。当時は洋館が携帯食、保存食として重宝されていたため、陸軍御用達として、 また鉄道省文字鉄道管理局指定品となっていた。砂糖は燃えやすく、湿気に弱いため、防火防湿構造の建物になっている。区体は木造で、寄せ棟の屋根、和小屋の小役組とも完全な和風建築であるが、ファサードはレンガとタイルによる洋風の衣装となっており、その特徴的な外観で広く親しまれている。1984年に改装され、 資料館となる。建築面積は72平方メートル。1997年6月12日に国の登録有形文化財に登録された。2005年には佐賀県から22世紀に残す佐賀県遺産に指定されている。伝統製法の洋館の製造工程や洋館の歴史がわかる映像を見ながら洋館の試食ができる一階と昔の道具類やパッケージ。 原材料が展示されている2階に分かれている。工場はおぎ本店から数百メートルの位置にある。ありがとうございます。